こんにちは、中三工房のまなです。今回もなんと視聴者さんからこの絵をリメイクしてくださいっていう風にインスタグラムの DM で絵を送ってきてくれました。その絵がこちらになります。今回も女の子です。最初にこの絵を見た時にやかって思いました。この絵は全体的に赤色が散りばめられてて、女の子といえば赤みたいな感じが私にもあるので、なんかすごい女の子らしいなって思ったのと、ヘアアレンジがすごい可愛いなって思いました。あとまつげが一本だけピョンってなってるのもすごい可愛いなって思いました。でこの絵を見て私がこんな感じにリメイクするっていう風に考えた図案がこちらです。顔なんですけど、この女の子の目がまん丸だったから、リメイクでもそれを引き継ごうかなって思って、目はちょっと丸めにしました。あとはやっぱりチークと口が赤で描かれてるから、赤っぽいメイクをしようかなって思います。あとやっぱり髪がすごいポイントだって思って、髪を中間でくくってふわふわってする団子をつなげたような髪型にしようかなって思うんですけど、あとは髪には赤いメッシュを2束入れようと思います。服はこの絵から読み取れる情報っていうのが、赤色っていうのと顔の直前まで赤く塗ってあるから、ちょっと首の詰まった感じの服にして、赤色だけじゃちょっと寂しいなって思ったので、なんか金色の装飾みたいなのをつけていこうかなって思います。チャイナ服1割の踊り子の服9割ぐらいの塩梅でいけたらなって思います。ここちょっとアレンジしたんですけど、今回もへそ出しでいこうかなって思います。じゃあ次は構図なんですけど、やっぱ色紙の面積をいっぱい使っていって、躍動感ある感じの踊ってる場面をちょうど写真みたいなので切り取った感じの構図にしようと思います。やっぱ髪が長いのも活かして、髪もなびかせて、服のレースもしっかりなびかせていこうと思います。それでは描いていこうと思います。
それではリメイク完成しました。みんなできたよ。どうだった？元のリメイクの絵がこちらなんですけど、結構アレンジしたかも。特に服がなんかドレスにも見えるし、なんかどういう風にリメイクするのか楽しみだね。すっごい可愛いラストだよね。可愛い、出してくよ。すっごい楽しみですね。いっせーので。ごめん、すごい。すごすぎる。なんか目のキラキラもやば。なんかアラブ諸国の王女様。すごすぎる。この服ね、実際作ったら売れるよ。いや、コスプレ。髪の毛のさ、お団子かわいいね。かわいいけど、どうやって撮るんだろうね、これ。実際でもできるんじゃない？これ。できるよ。メッシュ入れたらいけるか。これはやばい。これはやばい。これはね、過去最高よ。うん、過去最高になんかできたなって。すごいリメイクだね。すごいっしょ。ちょっと地味に薄めにメイクもしてるしね。そうなんよ。かわいいね。はいはいはい、あのアイシャドウ。そう、アイシャドウとチークと唇。そうそうそう。じゃかわいい。うちがすごいと思ったのここじゃな。ここの模様。はいはいはい。模様ただぐちゃぐちゃってやっただけで。まあそうなんだけど、なんかぽい。ぽいよね。ぽい。めっちゃいい。めっちゃいいっていうか、このデザイン最強だね。最強。え、なにこれ、すごいオリジナル。うん。すっげえ。これ絶対売れるって、コスプレとかで。これなんかどこかのキャラじゃない？ほんまよね。ほんといそう。やっぱ姉ちゃん、ムラがないってアニメっぽくなるわ。色塗りとか絵もうまいけど、この構図とこのなんか服装。うん、いいっしょ。いい。いいっしょ。めっちゃいい感じで踊ってる感じ。躍動感あるよね。ある。うん、あるある。顔ちっちゃって思った。小顔で足長。それ影のつけ方が。これ R の59とか。あ、そう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 。あ、やっぱり。いい色だよね、服ね。うん。なんかすっごい想像をはるかに超えてるわ。全然ごめん、こんな服装で来ると思わんかった、これ見て。すっごい凝ってるね。すごい凝ってる。もう至る所まで凝ってやってるよね。すごい。強烈に、あの、全然違う絵描いてもダメじゃん、オリジナルって言っても。でもなんかこの、これをリメイクしたらこうなるっていう感じのが、本当に出てるよね。上手、リメイク上手だわ、姉ちゃんは。マジ？ありがとう。最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、インスタのフォローもよろしくお願いします。それでは、マナでした。バイバーイ。